ガロはもともとはその堀内さん、守さん、マークが 2月2日、トミーが2月22日で1歳違い、1級違いですね。マーク49年、トミーが50年ということなんだから全員違う年なんだね、姫野さん、財津さん入れて。うん、でガロはもともとやっぱりグループの成り立ちが違うですね。チューリップと、チューリップはもう財津さんがとにかくメンバー集めてビートルズみたいなの作ろうってはっきりしてるんですけど、ガロはなんか好きな、それぞれが好きな、まあ、グループサウンズ出身なんですけど、トミーとマークはね。だけどなんかクロスビーストスナッシュアンドヤングが好きで、 たまたまなんかこうなんかゲリラライブっていうんですかね、そういうのやってボーカルさんが遊びに行ってた とこで、ボーカルさんもせっかく来たんです、一緒にやんねんみたいなことで CSNY のコピーをしてたらすげえウケて、うん、それでプロミッキー・カチさんがねにプロデュースで、デビューすることになるんだけど、まあムッシュもねガローと一緒にやったりしてましたけど、その頃なので、誰がグループを引っ張っていくっていうんじゃ なかったんだと思うんです。ガローって結構僕らに似てっとこって言ったら失礼ですけども、なんか僕らはまあでも誰かがこっち行こうっつったらみんなでぞろぞろ行こうなんですけど、ガロはそれぞれがなんか言ってた気がするんですよね。だからついてく3人でついてくっていうよりもなんかそれぞれ勝手なことを好きなことをやってたような気がするんです。だから方向性とかあんまりこう見えてなかったんじゃないかなっていう気がする。最初はクロスビーストスナッシュアンドヤングで日本の CSNY を目指してたけども、ヒットした後っていうのは特に学生街の喫茶店でヒットして、君の誕生日とかロマンスとかってやっぱりチューリップと一緒で、10代の女の子をターゲットにしてった節があると思うんですね。それはやっぱレコード会社事務所の、方向性がグループサウンズが廃れてまだ 4,5 年ですからそういうのがあったような気がするんですね。そこの後にどんなアルバムを出すかっていうことで、ガローはなんか4枚目5枚目はちょっとね、僕は迷走してた気がするんですよね。ただ74年に、学生街の喫茶店が売れて次の年かなに、サーカスっていうトータルアルバムをガロも出すんですね。はい、あれと一緒、サージャント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうのはサージャント・ペッパーさんが率いるバンドが演奏するっていうアルバムのテーマですけど、ガロはサーカスをテーマにね、いろんな曲、サーカスの大前提に曲をそれにアルバムに入れてったっていうとこがあるんです。ここがあるんだけども、やっぱりなんだろう、一曲一曲はいい曲いっぱい入ってるんですよ。ただトータルとして見るとなんか方向がちょっと見えなかったかなっていう気がしますね。でも一曲一曲はいいんで、その中からまずはマークの曲ですけどもね、これは僕は名曲だと思いますね。堀内さんのいいとこが出てると思います。偉そうなこと言わせてもらうと、74年の、ガロのアルバムサーカスから、堀内さんマークの曲で、ボーカルもマークですね、空中ブランコ。私に差し伸べてください。あなたに今は全てを任せるの私は。生きられるの私はいつでも。
ゆくだけすがるものなくしられるの私はいつでもいつでも空中ブランコね、これもだからサーカスの中のテーマでね、他にもトータルアルバムなんでサーカスをテーマにした曲いっぱい入ってるんですけど、もう好きな曲いっぱいあるんだけどね、ガロハチューリップ派って言いましたけど、ちょうど同時期に売れたんで、しかもバンドっていうかグループとして、それまでフォークっていうとなんかあまりね綺麗な格好をしていない方々がラフな格好で出ていて、 歌う歌も個性が強かったんですけども、なんかガロとチューリップはなんだろうな、特にガロはさ、なんかファッション的にも、うん、なんかその辺それまでのバンドと違ってて綺麗でしたよね。ボーカルさんおしゃれだったし、トミーとマークはちょっとフラワームーブメント的なね、サイケなものを着たりとかしてた、ロンドンブーツも入ってた、まあ、チューリップもロンドンブーツ入ってたけど、ガロとチューリップの違いっていうのは、まあ、曲的にはチューリップはビートルズ寄りな感じだったけど、ガロはまあ CSNY とかビージーズとかね、そういうコーラスの綺麗なだったけど、やっぱしなんかガロってセンスっていう言葉が合うんですよ。センスがいい、チューリップにセンスがいいっていう言葉あんまり僕はにはどっちかというとなんかなんだろうな、バタ臭いって言っちゃ変ですけどね、っていうかなんかロンドンっぽい、ロンドンじゃないの、なんだろうな、チューリップはセンスというよりも何でしょうかね、うん、まあでも博多だから、明太ロックのとも、まあ、明太ロックの仲間ではないんだけど、博多出身ってのもあったかもしれないね。ガロはなんかすごい あの青山とかさ、原宿とか、それはいい方に考えすぎかもしれないけど、なんかそんなねセンスが3人とも光ってた気がするんですよね。だからなんか歌う歌とかもクールでね、それぞれなんかクールな感じがしてたな。そこがチューリップの違いだから、ファン同士も多分どっちがいいどっちにつくとか、ガロ派チューリップ派でさ結構分かれてたから、お互いにどうなんだろうね、違うわよって言ってたかもしれないね、お互いのことをね、やっぱこっちでしょみたいなねあったかもしれないな。ボーカルさんは去年の10月にボーカルさんものをね誕生日やらせてもらったんで、今日は、マークとトミー、トミーは1枚目のアルバムで「地球はメリーゴーランド」で「回る」ってやつ「回るよ」、ここでトミーの良さ、あと「一人で行くさ」か「一人で行くさ」もトミーだ。なので結構キャッチーな曲をねファーストアルバムで作ったんですけど、その後トミーはどっちかとロック寄りな、まあ、最初からそうだったのかもしれないですけどね、エレキギターが弾きたくてしょうがなかったんだろうね。だけどアコースティックギターという一つのガロのね方向性当時あったんで、これはまあプロデューサーミッキー・カチさんのあれもあったのかもしれないですけど、トミーはまだエレキをそんなに弾いてなかったんです、3枚目くらいまでは、うん、なので、今日はねちょっとトミーの変わった曲、ね、3枚目に入ってるんですけどもね、アコースティックギターで不思議なほら響きっていうのはクロスビーとかも使ってたからさ、その辺を結構研究したのかもしれないね、自分なりに。トミーってギターの弾き方も一人で行くさもさ、こういうオープンコードを使ったりとかしてたし、まあ、変速チューニングもそうなんですけど、次の曲もねなんかねギターの響きがね独特なんですよ。これ多分トミーが発見したコードなんでしょうね。はい、日高富彦さんが作って歌ってますね、ガロサード、ガロ3に入っております、72年ですね。ガロで僕のすべて。
ちょっとロックっぽいね、デビッド・クロスビーのソロ的な感じと不思議な世界だね、なんだろうなみたいな。でもトミーはこういう世界持ってたんですよね。あ、それとまあ意外とストレートのロックで、マークはどっちかっていうと和風なメロが意外とあったですね。それとまあコーラスもんですけど、この不思議なコードさ、よく2人で高見だと、なんだこれ、なんだこれみたいな。コピーしたもんですよこういうのをね。だから僕はチューリップ派でもガロ派でもなかったんですね。かぐや姫派でもないし、もうだからなんだろうな、全部 RC がしかも出てきてるんですよこの73年には。だから RC サクセッションも出てきてるし、とにかく出てきてるバンドも聞きまくったなっていうのがあって、その筆頭がこの2組なんですね、僕を作った。なので今のガロの曲なんか聞いてもハーモニーに坂崎が入ってるんじゃないかってよく言う人がいるんですね。下のパート坂崎じゃないかとかね、そうじゃないんですけど、なんかねそういう感じに影響を受けましたね、とにかくこの2組にはね。